遠藤明は、日本の農芸科学者。君党は随、随法、重光明。学位は、農学博士。株式会社バイオファーム研究所、代表取締役所長、東京農工大学名誉教授、特別栄誉教授、文化功労者。三協株式会社田無工場研究員。三協株式会社中央研究所副主任、研究員。 三協株式会社発行研究所研究大三出室長、東京農工大学農学部教授、東北大学農学部特任教授、早稲田大学特命教授などを歴任した。1933年、秋田県由利区下門村生まれ。1957年に、東北大学農学部を卒業して三協に入社し、発行研究所の研究大三出にて室長などを、 歴任した。東京農工大学に展示、農学部の助教授、教授を務め、後に名誉教授や特別栄誉教授の称号を受けた。また、バイオファーム研究所を設立し、代表取締役として所長に就任した。東京農工大学退官後は、東北大学農学部の特任教授や早稲田大学の特命教授などを務めた。なお、他の教育、研究機関においても、 客員として、非常勤で教弁をとっており、金沢大学の大学院医学系研究科や、一橋大学のイノベーション研究センターにて、客員教授を兼任していた。農家に生まれ、少年時代から金類に親しむ。高校時代は、当初、定時制の本庄高校下五分校に通いながら、農業に従事していたが、全日制の秋田市立高校に編入し卒業。 東北大学農学部在学中は、青カビからペニシリンを発見した、アレクサンダー・フレミングを知り、系統する。1957年同大を卒業して、三協株式会社に入社し、果樹と果実種の成長化に用いるペクチナーゼという、菌類の酵素を発見して2年後に商業化に成功。1966年東北大学農学博士。論文の題は、 スタディゾーズオンペクタリティックエンズイムズオブモールズ。日本国最小受賞に際して公表された肖像写真1966年から1968年アルバート・アインシュタイン医科大学に留学。コレステロールが米国で年間数10万人が死亡する心筋梗塞の主要な原因であることを知る。帰国後有効なコレステロール低下剤の開発を目指して 二年間に六千株の菌類を調べ、1973年に青カビの培養液からコレステロール、合成阻害剤 ML-236B を発見。予想に反して、コンパクチンがラットのコレステロールを下げないために、1974年、初めに開発が中止される。同じ頃、イギリスの研究者もコンパクチンを発見したが、 ラットに無効なことを理由に開発を中止。その後遠藤はラットに効かない原因を突き止め、1976年4から7月、同僚の獣医師とともに、コンパクチンが産卵鳥と犬のコレステロールを劇的に下げることを示す。しかしながら、翌年の1977年春には、ラットに感毒性があるとして、再度開発中止の危機に直面。それでも、 コンパクチンが安全で有効な薬になると信じていた。遠藤は大阪大学医学部の山本明医師と協力して、1978年2月、コンパクチンによる重症患者の治療に踏み切る。同年夏までに最重症の家族性、高コレステロール血症保護接合体を除く、重症患者8名で安全性と劇的なコレステロール低下作用を認め、 コンパクチンの再復活を果たす。ところが1980年夏には発言性があると、するご判断で開発を完全に中止。一方、産強を追随して、スタチン2号となる、ロバスタチンを発見した、米国のメルク社は、膨大な毒性試験で発言性がないことを証明し、産強を追い越して1987年に、メバコーン発売にこぎつける。その後、 三強のプラバスタチンなど6種のスタチンが商業化される。これらスタチンは、心筋梗塞と脳卒中の予防のために、世界で毎日約4000万人に投与され、ペニシリンと並ぶ奇跡の薬と呼ばれる。2005年には、スタチンの年間総売上が270億ドルに達する。中でも、ファイザーのアトルバスタチンは、世界の医薬品売り上げの一位を占めるブロックバスターと、 なっている。遠藤のこれらの研究は、1985年に、ノーベル生理学・医学賞を受賞した、米国のマイケル・ブラウン、ジョーゼフ・ゴールドスタインによる、コレステロール代謝の研究にも大きく貢献した。ブラウンとゴールドスタインは、遠藤の日本国最小受賞に際して、お祝いのビデオメッセージを寄せている。2012年3月1日、全米発明家電動は、遠藤が、 日本人初の発明家の殿堂入りすると発表した。文化功労者検証に際して、文部科学省から公表された、肖像写真2015年5月、全米支質協会の国際動脈硬化学会において、遠藤明賞が創設された。ありがとうございます。